30年近くの指導経験、合格実績から、例えば早慶に合格するぞとか、共通テストで90点以上取るぞといった明確な目的がある生徒さんが、いつ何をすべきなのかを提案できます。過去問は広く誰にでも使える素晴らしい教材ですが、過去問に至るまでに何にどのように取り組むかを考えるのは意外に難しいものです。過去問研究はもちろんですが、私は学習塾や家庭教師で指導するにあたり、塾用のものだけではなく市販されているものも広く教材研究を行っています。時代とともにスタンダードは変わるを心に留め置き、常に最新の教材を手に取り研究することも怠りません。過去問研究や教材研究から得た情報知識をもとに、例えば早稲田大学商学部の読解や慶応義塾大学経済学部のエッセイ型作文、共通テストの第6問や京都大学の二次試験といった生徒さんの目標に合わせた志望校の対策を行うことができます。問題集、参考書を最初のページからただ順番にこなしていくのではなく、その時々に応じて必要なものを抜粋したり順番を入れ替えたりして、本当に必要なものに取り組むことができるように指導しています。目的意識を持ち真剣に取り組むことができる生徒さんの力になります。